ございます。時間が23時40分です。拳ヶ岳でご来光を見るにはここから普通に歩いて4時間半ぐらいかかります。これから準備して歩いてみようと思います。時間が12時30分です。撤収完了しました。星がめちゃめちゃ綺麗ですね。こんなに綺麗なの久しぶりに見ました。ご来光を目指して歩きたいと思います。拳ヶ岳は 6.7 キロですね。では行ってきます。日本三大峠、岩坂峠ですね。到着しました。夜景が綺麗。ちょっと電気消してみようかな。あ、映らない。こちらが山梨県、こちらが埼玉県、2つ立ってるんですね。面白い。突然頂上が来ましたね。山梨の夜景が綺麗だな。富士山到着です。拳ヶ岳まで 3.5 キロです。ここは景色が見られないですね。やっぱり上に登らないと日の出は見られそうにないです。上に登ればどこかいい景色があるはずと思って信じて登ってきてよかったですね。すごくいい場所見つけました。Thank you.
間が5時20分ですね。気温が6度から、今8度まで上がってきました。気持ちがいいですね。今日ですが、体調によってですけど、行けるのであればもう野辺山まで歩いちゃいたいと思ってます。ただ、水垣山越えられるかどうかっていうところがやっぱりありますね。もう通ったことある道にこれからなりますので、だいたいもうイメージはついてるんですけど、やっぱり拳ヶ岳から国士ヶ岳抜けた時に体調がどうなのかっていうところですね。まあそれほどきつい感じでなければそのまま野辺山まで行きますし、ちょっときついなってなってくれば、金峰山のあたりで判断して、富士見平小屋に一泊しようと思います。ご来光を撮りながら朝ごはん食べてたんですけど、仮眠が3時間半ぐらいですね、してから何も食べず登ってきて、ご飯食べたら急に眠くなってきて、今ちょっと睡魔と格闘中です。天気がいいんでこのまま行ければなとは思うんですけど、5時37分到着いたしました。徳沢山、次行こう。一気に開けました。山降りてきて、お、すげえ。この目の前が拳岳ですね。で、ここをずっと稜線歩いてって、で、奥に入って登るとこの辺りに金峰山がありますね。すごい綺麗で、この辺りに水垣山があります。また違うところから見ると角度が変わりますね。ここに八ヶ岳が見えるんですけど、ちょっと下の方はガスてますかね。こうやって見ると高いな。でもそんなに時間はかからないみたいなんですよね。開けたと思ったら拳小屋でしたね。あ、結構止まってる。もう出発する人もいるわ。開けましたね。あともう少しって感じがします。十文字峠の方から来るのと全然違いますね。6時到着です。もう拳からすぐ降りてきてます。いや、晴れてるとこんなにも違うんですね。もう樹林帯バッチコイって感じですよすげー気持ちいい。こうやって本当は見えてたんですね、ちょこっと。これなら先進めるな。あ、開けた。これからここ多分登っていきますね。で、舞国士、国士、
で、峠。で、朝日峠。朝日岳、金峰山ですね。まだまだありますね。ようやく1時間50分かかりました、ここまで。これからようやくコックシの坂登ります。急登です。コックシヶ岳はなかなか頂上にたどり着かせてはくれないですね。ラストの急登っぽいですね。一回目来た時は雪がすごくて、まあ、なくなってるので少し楽になるのかなと思ったんですが、きついですね。稜線に出てきて、開けた終わりだと思ったんですよ。そしたら、今度横に登り始めて、険しい道ですね、ほんと、コクシヶ岳っていうのは。コブシヶ岳から、3時間経ってます。樹林帯が9割ですし、まあ、見晴らしがいいのはコクシヶ岳の山頂ぐらいですね。もうさ、歩きながら、縦走路だから歩くけど、日帰り登山とか、一泊二日の登山で、登りに来ない山ナンバーワンですね。3時間あれば赤岳いいところまで登れます。小淵沢からだって編笠山もいいところまで行けるんじゃないかな。わざわざね、樹林帯を3時間歩く必要は、ないかなって僕思って、相当疲れてきてますね。コクシヶ岳目指して歩こうと思います。どうやらあの山登らないと頂上じゃないらしいですよ。やべえ、コクシヶ岳超やべえ、死んじゃうよもう。コクシヶ岳着きました。9時25分です。スタートして3時間23分コブシヶ岳からかかりました。もうあと数年後来なくていいですね。本当にきつかったです。前回通った時もこういう感じのコメントしてたと思うんですけど、晴れも、雨の日も変わらなかったですね。ちょっと、休憩しようと思います。金峰山見えてきましたね。舞コクシ到着です。舞コクシは見晴らしがいいですね。あと30キロぐらいですね。大樽峠、15台ぐらい車止まってましたね。すごい混んでた。ずっと下って、そうですね、この辺りで降りる感じですね。目にしてようやく晴れてくれましたね。
最高だな。人気がある理由がわかりますね。ギンプさんすごいな。到着です。ギンプさん、ガスっちゃいましたね。残念。これからこちら側行きます。右側に見えてる岩が第日岩ですね。で、後ろに水垣山、まあ、この直線すごくいいですよね。この前雨でちゃんと見れなかったので嬉しいです。これ入りますね。1時5分、ようやく富士見平小屋到着ですね。水の補給だけして水垣山すぐ登ります。モルテンが買えなかったので今日はベスパーを導入です。1時20分、富士見平小屋からスタートです。到着獅子岩あたり18時30分ぐらいの予定なんですが、水垣山をしっかり登って降りてこないと暗闇になります。なんとかね、夜になる前につければなって思ってます。ようやく真下まで来ました。すごい。奥秩父最後の縦走路の山到着です。あとは横尾と飯盛山で終わりです。では水垣山行ってきましたので、今度は下って横目指して、登山口ですね、目指して歩いていこうと思います。時間が2時35分ですね。うん、微妙なところです。ちょっとどれぐらいかかるかわからないので転ばないように気をつけて降りようと思います。水垣山不動の滝側から無事下山しました。いやー、金プさんと水垣山の底力を見せつけられましたね。やっぱり山大きいな。特に下りかなりきついですね。長く、そして岩も大きくて太ももがもう壊れそうです。まだ4時前なので、ここから少し急ごうと思います。次は横尾山登山口です。そこまでは、上りになると思いますので切り替えて歩いていきたいと思います。5時34分横尾山登山口来ました。ナイトハイクになりそうですね。信州峠から横尾も急登ですね。いやー、一回来たけど下ってたから全然記憶になかったな。到着6時23分結構なお山です。大変です、登るのは。はい、時間が8時25分です。飯盛山到着です。いやー、かなり地図読みが甘かったので結構前からナイトになっちゃいました。
もう暗くなる頃にはですね、大きい山が、4つぐらいあったのかな、ぐるっと向こう側にあるような感じだったので、これはもうしょうがないなと思ってここまで進んできました。次回はちょっと気をつけたいですね。これはもったいないです。結局今日帰れないので、明日の朝始発で帰れるように準備して降りていこうと思うんですが、西森山からの下り清里駅に向かってますが、永遠の地獄ですね。階段が清里駅まで 3.5 キロですね。いやまだあるな結構。いやー明かり安心しますね。疲れたな。疲れすぎてちょっと何も浮かばないです。9時32分、清里駅到着です。疲れた。結構遠かったですね。登山口から2キロっていうことでしたけど、それ以上に感じました。